さあ、あなたの聴いてるラジオ局はほぼナックファイブです。おそらく間違いなくナックファイブ、きらめきミュージックスター、キラスター、私土屋亮と大西蘭がスタジオアルシェからお届けしている公開生放送音楽番組、はい、本日ゲスト来てくださいました。本日のゲストはこちらの方、せーの、アンジュルムです。よろしくお願いします。急の声までリアリティ、ありがとう、たくさんの人に今日集まってどうもありがとうございます。本当にお足元悪い中ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そわけでね、アンジュルム4月27日に、はい、ニューシングル、はい、次々続々広島ディスタンス恋ならとっくに始まってリリースということで、メール来ていただいております。ラジオネーム、はい、終われない夏休みさんからでございます。新曲5万枚突破でオリコンにおめでとうございます。ありがとうございます。ホールコンサートも絶好調でアンジュルム続々来てるって感じでした。はい、ちょっとリカ子の今の気持ちを聞かせてくださいって。どうですか、リリースして絶好調ですよ。はい、まずあの穏やかです、うん、私。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。一人ずつで。はい、ごめんなさい。ライカちゃん。はい、穏やかです。私は、まあ、とっても毎日楽しいですね。毎日楽しいです。はい、毎日楽しい。そうだって。はい、どうですか、こういうチャートでも。はい、リカ子です、はい。そうですね、私は。うん、オーリコンウィークリーチャート2位ということで、うん、もう前回も2位だったんですけど、うん、また今回も2位を取れてすごく嬉しいです。よいしょ。いろいろ、ありがとうございます。こうやってずっとカーッといくわけですよ。ちょっとね、髪の毛がこっち側に半分に寄ってていいね、こうね。レオちゃんね。はい、こっち耳かけてます、左耳。そう、そういうことです。はい、ということで、ちょっとね、さっき俺見たんだけど、この次々続々のなんかパフォーマンスが、このなんかスマホで見ると、うん、あ、そうですね、360度動画、すごいな、あの仕組みは。はい、あ、どういう風に撮ったの。あ、もうカメラを真ん中に置いて、うん、みんなで囲んで、うん、もうそのまま撮りました。カメラすごいちっちゃいんですよ。そうです、そうです。それで全体撮れるんですよ。そう、すごい、すごい。なんか真ん中、俺を、自分を真ん中にみんなが歌ってくれてる感じがして。あ、そうですね、嬉しいな。ほんとどこまでもいけるんだろうね。ですね、あれすごい、あれは興奮するんだろうね。うん、いろんな角度で見たいなと思いますけど、ね、そんなやってるわけですね。まあ、まずは1曲聴こうかな。かっこいい曲だね、この次々の。ありがとうございます。じゃあすいません、じゃあちょっとまずは1曲聴かせていただきたいと思います。じゃあすいません、曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください、アンジュルムで次々続々。さあ聴いていただきました、アンジュルムで次々続々でございます。本日ゲストはアンジュルムから和田彩香さんと佐々木理香子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。踊りが、はい、結構俺覚えてきたよ、ちょっとずつ上上下下で来い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 。そうですね、来い来い、まあ、大体合ってるかな、大体。そうそう、ツイッターでも可愛い系かと思ったら曲は結構かっこいいクール系なんだね、ダンスも激しく踊るんですかと。踊りますね。アンジュルマ踊る、踊ります。そうだ、でお客さんも一緒に踊って、あ、そうだ。でも今の見てる限りみんなちょっとあんまりできてないので。そう、ピラ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 。一緒のなんか次々踊ろうかと思ったらみんな違う踊りしてたもん。皆さん、皆さん掛け声担当なので。掛け声担当なのか、うん、そこになってくれてるのでありがたいですね。ありがとうございます。踊りはアンジュルムだということでやるわけだけども、これだって今日ありがとうね、ツアー中に来てくれてるんだよね。はい、おい、そうなんですかね。はい、ツアー中ですね。そうです。ツアー中だったっけ、あれ。そうだよね、ツアー中ですけど、平日は特にあんまり関係ないなっていう感じなんです。あー、若いとそうなのね。はい、さっきあの学校行ってきました。あ、もう学校行ってきました。あー、それは大変。今日は何の授業だったの。今日は、あ、私大学行ってるので、うん、今日は工芸の授業してきました。工芸の授業って何。はい、あ、私美術を学んでるんですよ。仏像と美術の。みんなは知ってることかもしれないけど、なんかだいぶあなたはおかしいらしいね。あ、おか、はい、おかしいです。え、美術を、美術を、美術史を学んでるので、うん、まあ、それの一環で工芸史をやってます今。工芸の歴史ってこと。あ、そうです。今日は例えばかいつまと、今日は工芸とどういう歴史を学んでたんですか。この工芸、その焼き物は釉薬の付け方がこうなってるとかっていうのがいろいろあるんですけど、色の変化とかも、鉄が多いとこういう色になるとかっていうのいろいろあるんですよ。私別にそこ専門じゃないんで、ね、よくわかんないんですけど。釉薬の話をプロモーションでする人なかなかいないよ。ごめんなさい、はい、すごいな。え、リカ子ちゃんは今日何してきたの。私あの中学生なので、まだ学生、いっぱいあるんですよ。1時間目、2時間目、3時間目、今日の給食、今日は何やった。今日の給食はカレーです。あー、カレー、人参は、うん、
避けました。やめてください。食べれないから。そうかそうか。今日面白かった授業はない？今日ですか？今日は、うん、そうだな、英語。お、英語できないくせに。じゃあ今日覚えた単語か熟語一つ教えてよ。本当やばいですよ、この子は。今日覚えた単語だって、この前聞いてください。 M ってどれですかって言ってきたんですよ。M ってどれですか？じゃあそんな中でもね、今日いっぱいね勉強したもんね。そうですよ。何覚えた？ちょっと自慢しようぜ。シェイク。なんだそれ。混ぜた。混ぜました。混ぜた。シェイクした。さすがだ、シェイクを覚えました。そういうことしながらのいろいろけどプロモーション活動ですよ。ありがとうございます。いやでもさ、2月からずっと回っててすごいね。活動の仕方がさ、バンドマンと一緒だよね。あ、そうですね。私はそういうタイプなので。そう、なんかちゃんと実力を沿ってライブハウスで身につけて、ちょっとずつステップアップ、うん、どうこの仕組みは。いや、もうライブハウスは私たちのお家って言ってるので。そうもう、あの47都道府県全部回ったので。シェイクとさらにハウスも出てきた、今英語だよ。シェイクハウスね。はい、そうです。そうハウス、そうか、好きですね。でいて、今コンサートツアーが、ホールツアーがあって、これもメールが来てるんだけど、はい、今ラジオ観覧していますって、ヨンフルさんです。ありがとう。ヨンフルさん、ありがとうございます。今度の日曜日にはここ埼玉県でコンサートもありますが、15日、今回のツアーでここに注目してほしいとか、私のここを見てほしいなど言える範囲で教えてください。いやもう本当に言葉に表せないぐらいとても素晴らしいものになってて、うん、アンジュルムのすごいところがなんか全て詰まった感じで、かっこいいところもあれば、私たち面白い部分もあったり、可愛い部分もあったり。はい、はい、じゃあさ、ちょっともう一曲聞きたいんだけどさ、そのこのツアーがどういう感じなのか、ちょっと英単語一言でちょっと、リアコさん、このツアーは英語で言うと、一言で言うとどういうツアーなんですか、これは。素晴らしいってどうやって言うんですか。素晴らしい、まあ大体何だの想像でいいよ。 We? 私たちはです。キラ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 、英語として、それは英語キラキラ、英語としてキラキラですよね。そうです。あ、スターみたいにキラキラしてるツアー。うよし、いったいった。まあまあ、なんか合って、まあ合ってるような気がする。よし、じゃあもう一曲ちょっと聞かせてください。じゃあ曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。アンジュルムで恋なるとっくに始まってる。さあ今日ゲスト来てくださっております、アンジュルムです。恋ならとっくに始まってる、聞いていただきましたけども、いやいや2人は、いや今曲中にいろいろ聞いてたけど、へんとくなさいだね、これ。いや多彩なお二人ですよ。多彩だね、魅力的な。なんかそこがなんか、そのみんな、ファンのみんなもそこをやっぱりこう愛してる感じが、ね、魅力的ですよね。アンジュルム9人いるんですけど、全員変人なので、うん、普通の人いないですよ。うん、それはなんか2人見てて思ってやばいね、大変だね。2人が伝わってくるみたいな、すごい。だって素晴らしいを英語でキラキラって人なかなかないね。出てこなかった今日。出てこなかった、最高だよ。はい、ただそのさ、リカコちゃんが固形石鹸にハマってるって書いてあるんだけど。はい、そうです。固形石鹸大好きです。いや固形石鹸にハマるってどういうこと？だって普通に石鹸じゃん。あのなんか匂いと形と、うん、あとあのよく最近あの固形石鹸を削ってるんですよ。おう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 、本当にいい迷惑なんですけど、楽屋が超臭くて、うん、ちょっとそれご飯食べてる時に洗剤の匂いですよ。だってもうなんか一回私があの、うん、席外した時に、うん、なんかその誰かメンバーの人が私の机の上に置いてあった石鹸をどっかにこうって置いて、うん、遠いとこに置いて、うん、そうだな、匂いが、どこ一生懸命探してるのにめっちゃ遠いとこにあった。それはだってやっぱ匂いが迷惑だったんだよ。なんで削ってんのそれは。え、なんかあの、うん、削り心地がすごく良くて。削り心地なの？そうです。削りメインだ。そうです。あ、いやいや、使うメインなんですけど、うん、まあ、削るのも好きで、私が一番好きなのは牛乳石鹸。おいおい、うん、牛乳石鹸が本当に大好きなんですよ。だ、うん、からその削り心地がとてもいいので、ね、匂いも形も削り心地もドタイプです。いや、その匂いとか削り心地ってどういうこと？もうちょっと詳しく、どう削ってる時の感触？そうです、そうです、そうです、そうです。例えばちょっと擬音で言うとどういう感じなの？ガガガガもう一回、もう一回、もう一回、何？ガガガガっていうのもあるし、スーっていうのもあるけど、私はガガガガの方。ガガガガ好きなんだ。はい、そうか。そこはちょっと理解していただくことはできないですかね、お姉さんチームとしては。できないですね。でも、一回削ってみると良さが分かりますよ。わかる。はい、うん、いくつお家に帰ったらちょっとやってみてください。もったいないことしてるんですよ。ずっと削ってなんか粉々にして終わりですよ。それ使おうよ。使うんです。この前使ったんですけど、うん、あの水流れるとこに詰まりました。だよね。
やばいと思って。やばいすごいね、はい、こんな不思議なね2人ですけど。だからもうこれね、この先はどうしようかな。これ埼玉県でやってるツアーもあるじゃない、はい、この話最後に聞こうかな。そうですね、5月の15日日曜日に、はい、三郷市文化会館でライブが、はい、はい、あります。これどうですか、埼玉の皆さんにメッセージあるとしたら。そうですね。でも今回のホールツアーでもう折り返し地点なので埼玉が、うん、はい、でどん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 会をやるごとにスタッフさんの皆さんと話し合っていろいろなもの作ってるので、また新しい私たちを見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、そもそもミサとコンサート楽しみに来てますというフリップもありますので、これさもうね時間がなくなっちゃってさ、そろそろお別れなんですよ。早い早い、申し訳ない。じゃあ最後に今リカオちゃんに英単語で締めるということでしょうかな。待って、あれ今日だって単語の授業だったでしょ。単語の授業いっぱい単語覚えたわけでしょ。リカコちゃん今日いっぱい覚えた中で、じゃあ今日やっぱこう聞いた人、聞いてくださる人に、アンジュルも英単語で一言でこう、あ、いきますよ。おー来た、それで終わりにしよう。よし、アンジュルムは、うん、エンジェルです。ふっふーの言い方が可能栄光ですけど大丈夫ですか。まあ、ということでございまして、エンジェルでございました。ということで、本日のゲストはアンジュルムから和田彩香さんと佐々木理香子さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。